枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。G スカイ FM 島田沖の皆様こんばんは。8月25日水曜日、時刻19時30分、 J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東根マヨシのお時間がやってまいりました。皆様のお相手は藤枝マイ FC スタジアム DJ タクローです。そしていつもの通り、私をサッカーの知識やクラブのことなどいろいろな面でサポートしてくださるのはこちらの方です。藤枝マイ FC 強化部の大迫のぞみです。はい、今日ものぞくんとともに番組進めてまいります。ゲストの選手への質問、番組へのメッセージなど皆様からのメールお待ちしております。それではのぞくんお願いします。はい、メールの方はまよしアットマーク g-sky765.jp、 myfc アットマーク g-sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は054-732-9162までお願いします。はい、ありがとうございます。まずは藤枝マイ FC の試合結果を振り返るタイミングですが、今中断期間ということで試合解説されておりませんので、試合結果の情報はありませんが、いよいよ今週末土曜日 J3 リーグ再開ですね、のぞくん。はい、もうやっと楽しみですね。はい、まあ今チーム一生懸命練習しているところだと思いますけども、チーム状況いかがでしょうか。あ、もうかなり良くて、もう本当に競争が激しくて、はい、本当に誰が出ても今おかしくない状態で、本当に面白いサッカーをしてくれてます。のぞくん的にこの選手に注目してほしいとかっていう選手いたりしますか。まあ今日来てる2人にはぜひ注目していただけたらと思ってます、うん、そうですね、まあ、そういう意味でもいろいろ今日お話を伺っていきたいと思います。それでは今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東根マイ FC スタートいたします。 J2 優勝、そして昇格を目指、ごめんなさい、 J3 優勝、そして J2 昇格を目指して一緒に盛り上がってまいりましょう。この東根マイ FC では毎回藤枝マイ FC のチームのどなたかにゲストとしてご出演いただき、サッカーのことばかりではなく、時にはかなりコミット話やプライベートな話までいろいろと伺ってまいります。というわけで早速今日のゲストご紹介しましょう。自己紹介お願いします。背番号22番ディフェンダーの久留亮介です。はい、そして背番号23番の、ディフェンダー温井隼人です。はい、今日のゲストは藤枝マイ FC 背番号22番ディフェンダー久留亮介選手、そして背番号23番、この夏の移籍で新加入したばかりディフェンダー温井隼人選手です。さあ、お話を伺っていく前にこの番組のルール説明がございます。すでにご存知かもしれませんが、この番組ではノリよく楽しく正直にいろいろと喋ってください。あまりいろいろと隠し事があったりするようですとイエローカードが出ますので、イエローカードが出るとこちらのYouTube 用のカメラの方に向かって何かしら芸を後ほどね、番組終了後に披露していただくことになりますのでご注意ください。まあでも温井選手ね、ご挨拶代わりにせっかくだから番組終了後に何かやっていただけるかなという淡い期待をしております。無茶ぶりがすごい。無茶ぶりですかね、のぞくん、どうですか。無茶ぶりがすごい。さあ、早速ですけどもお話を伺ってまいりましょう。前半は久留選手のお話を中心に伺ってまいります。まずは久留亮介選手プロフィールからです。1991年3月19日生まれ、神奈川県出身。東洋高等学校から産業能力大学を経て、2013年よりザスパ草津チャレンジャーズに加入。翌年ザスパ草津群馬に昇格し、その後の2016年に藤枝マイ FC に移籍。藤枝マイ FC で2シーズンを経た後、 J2 の栃木 SC に完全移籍し、昨シーズンですね、3年ぶりに藤枝マイ FC に移籍加入ということで、プロフィールの方はお間違いないでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとですね、温井選手のマイクが今オフになっちゃってるみたいなんで確認させていただいていいですか。はい、すいません。これちょっと温井選手喋ってみていただいていいですか。あ、入るようになりました、大丈夫です。はい、ちょっと話がね中断しちゃいましたけど、久留選手のお話をまず伺ってまいります。久留選手、僕ちょっとだけ心配しているのが、はい、プロフィールに藤枝マイ FC のプロフィールに人見知りと書いてあったんで、はい、まあ、今日僕と、ね、こうしてお話するのは初めてじゃないですか、はい、そうですね、なんかあんまり心開いてもらえないのかなみたいなのがあるんですけど、そんなことない、大丈夫ですか。大丈夫です。のぞくんとはでもかなり仲がいいんですよね。いや、仲良くないです。あれあれ、イエローカード嘘だよ。エフリー、僕にじゃあなんか話しにくいようであればのぞくんに話していただいても構いませんし、はい、まあ、現役時代は一番仲良くさせてもらってた選手です。はい、じゃあ早速伺いたいと思いますが、昨年3年ぶりに藤枝マイ FC に復帰という形になりましたけども、以前とこう
チームの状況、クラブの状況なんかで大きく変わったなって感じた点とかありますか？一番感じるのは環境の面で、はいはい、本当に J2 昇格に向けて、うんうん、本当にいろんなことを準備してくれてるなっていうのをすごく感じます。やっぱりグレードアップした感を感じますか？はい、かなりグレードアップしてるなと思います。なんか前にごめんなさい、枝本選手に出ていただいたときに枝本選手にも同じことを伺ったら、はい、枝本選手はなんか選手の車が変わったって。あ、前は軽自動車ばっかりだったのに今なんかみんな結構いい車に乗ってるとか。あ、でも本当そうですね。そういう面でもそれも感じますか？やっぱり、はい、すごく感じます。やっぱりじゃあ待遇、環境、いろんな面がすごく良くなってきてるっていう感じですかね。はい、なるほど、ありがとうございます。さあ、そしてご自身についてなんですけども、ご自身は以前と比べて、まあ、どんなところ変わったっていうのはありますか？そのもちろんプレーの面もそうですし、私生活なんかも含めて伺いたいんですけど。私生活で結婚をしたので、はい、以前藤枝にいた時とは少し生活が変わりました、はい、うん、その時にお付き合いされていた方と結婚したという。はい、そうです。なるほど、素晴らしい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。カメラバトンにね、はい、奥様のお声が少し入っているのを、もうお声から察するに相当可愛い方だろうな。はい、いや、そんなことない、大阪一押しです。そうですか、はい、一押しですか。でもじゃあ普段からネクイマです。ネクイマちゃん一押しですか。やっぱりあれですか、結婚してこう生活が変わって、はい、すごくなんていうんですかね、普段の練習とかゲームとかにも集中しやすくなったとか、そういうこともありますか？そうですね、結婚する前はご飯どうしようとか、うん、違う、考えることは多かったんですけど、はいはいはい、そういうのが少し減ったんで、サッカーに集中できる時間が増えたなと思います。うんうんうん、じゃあよりプレーの方の磨きがかかっていくという感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。そして逆に変わってない点として感じるところって何かあったりします？ここ全然変わってないなみたいな部分っていう。街並みっていうんですかね、まあ、はいはい、前も焼津に住んでたんですけど、今も焼津でそんなに街並みは変わらないかなと思います、うん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 、いい意味で、まあ、あまり変わってない、はい、いい意味で本当すごい住みやすいですね、うん、はい、そうですか。まあ、変わってないこととしてもう一つ、背番号が前回在籍時と同じ22番ですけれども、これはご自分で選ばれたんですか？そうですね、その僕が来る前に川島選手が22番つけてたと思うんですけど、来るタイミングで2番に変わったので、うんうんうん、まあ、22番が空いたっていうので22番にしようと思いました。やっぱり前FC では22番っていうのが愛着があるっていう感じですかね？そうですね、同じ背番号が空いてたらいいなって思ってたんで選びました。うんうんうん、この番号を定着させていきたいみたいな気持ちっていうのはありますか？いや、定着は別にないですけど。そこまでではない、はい、そのままつけれるならつけていきたい、うん、でもじゃあ気に入ってる番号ではあるということなんですね。はい、はい、さあ、そして変わってないところと言いますと、もう一つ、まあ、変わってないというか、これはさらにグレードアップされていると僕は思うんですけれども、はい、まあ、久留米選手というとやっぱり J リーグでも特に J3 リーグですね、屈指のクロス数、はい、去年に至っては確かリーグ1位ですもんね。その部分としてやっぱり、まあ、いろんな、ね、サッカーのテクニックとかそういうのももちろん必要なんでしょうけども、豊富な運動量というのがすごくあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、その豊富な運動量をこう保つ秘訣というのは何でしょうね？いや、大学時代の走り込みが、はい、うん、まあ、今につながってるかなと思います。今もじゃあ結構走り込みはもう毎日ガンガンやってるって感じなんですか？というわけではないですけど、まあ、それなりには意識はしてます。大丈夫ですか？なんか大丈夫です。元気がなくなってってるよ。眠そうですね。眠くない、イエローカードです。眠くない、イエローカード早いなしです。なるほど、はい、まあ、その以外に何かこう、まあ、運動量という以外の部分でそのクロスをいっぱい上げれてるこう自分なりの要因って思うところって何かあったりします？あ、でもクロスを多く上げれてるのは、はい、チームメイトが、うんうん、まあ、いいパスくれたり、はいはい、中にギュッて相手を集めてくれたりっていうのはあると思うんで、その本数に関してはチームメイトのおかげではありますし、うん、まあ、本数は多いですけど、その精度っていうところはもっと高めていかないといけないと思ってるんで、そこはもっと意識していかなくちゃいけないなと思います。うん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 、さらに精度も上げていくって感じですね。はい、はい、さあ、そして、まあ、日々の体のケア
についても伺っていきたいんですけれども、はい、日々、まあ、先ほどおっしゃってた通り奥さんが入ってそういう面ではその食事の部分というかっていうのはかなりケアしてくださってると思うんですけれども、はい、それ以外のご自身での体のケアというのはどんなことをやったりとかまたどんな面に気をつけたりとかされてるんでしょうか。まあ、ストレッチすることと、はい、早く寝ることは自分でも意識してて、はいはい、まあ、そんな特別なことではないと思うんですけどそれを意識して、まあ、怪我は今のところプロに入ってしてないんで、うん、それを継続していこうと思います。やっぱり寝ることっていうのは重要なんですね。はい、まあ、寝ることは好きなんで、うん、なんか僕そう、それでちょっと伺いたかったことがあるんですよ、はい、あのクラブのプロフィールに、はい、久留美選手、特技ひたすら寝れるって書いてるんですけど、はい、最近の悩み熟睡できないでどっちだよって思った部分があるんですよ。その時は多分寝れなかったんだと思うんですけど普段はめっちゃ寝れるんで。あ、そうなんですね。はい、昼寝だとやっぱめっちゃ寝れるんですけど夜はあんまり寝れない時もあります。なるほどなるほど、はい、いっぱい寝てるけど眠りが浅いとかそういうことでは別にない。はい、そうですよかったですさあそしてですね、メッセージをいただいておりますので伺いたいと思います。ラジオネームゴーアさん、後期に向けて新ポスターが完成しましたがどうして久住選手だけ後ろ向きなんですが他の選手から好評だったようですが久住選手はどうお思いですかというメッセージですけど、いや結構一旦それチームの中でちょっと盛り上がったんですけど、はい、僕だけ後ろ姿ってことで、はい、いやまあ気に入ってるかどうか分かんないですけどちょっといじられたのかなと思いますこれ別に久住選手が後ろ姿を要望したとかそういうわけじゃないんです。違います。もうポスターできてあ俺だけ後ろ姿だっていうの感じました見て気づきました。初めて見た時どう思いました。いや初めて見た時は何も思わなかったんですけど、結構チームメイトがなんでお前だけ後ろ向きなのみたいな言われてたんであこれちょっといじられてるんだなってそこで気づきましたクラブからいじられてるって感じですね。はい、そうですね。もう知らない間にいじられてましたでも久住選手なんかすごく優しい雰囲気が伝わってくるんで、まあ、そういうのもあってこう、はい、後輩選手とかからも結構いじられたりとかするっぽいですけれども。そうですね。ご自身でもやっぱりその印象というのはありますか。はい、割といじられるな。そうですね。でまあ本当一人いじる人がいると、はい、それにも便乗してみんないじるんで、はい、まあ、それこそ隣にいる抜き選手とかが入ってきちゃうと、はいはい、まあ、もっといじられるようになっちゃうんじゃないかなと思いますさあその抜き選手とは、はい、栃木 SC 時代にご一緒しているわけですけれども、はい、抜き選手というのは普段はどんな人になりますか。久留美選手から見てはもう本当見た目通り、見た目通りなんかこう、はい、イケイケな感じで元気が良くて、はいはい、いやもうちょっとうるさいぐらいですね、はい、抜き選手はそれに対してどうですか。まあそうですね、まあそんなにうるさくはないと思うんですけど久留美選手とはまあ仲良くやらせてもらってますなんかアンケートには家に遊びに来るとなかなか帰ってくれませんって書いてありますけど、はい、まあ、栃木の時から結構仲良かったんで。あ、そうなんですね。同期入団ですし、はいはいはい、よく遊びに来てたんですけど、まあ、ご飯食べてすぐ帰ってくれるのはいいんですけど僕早く寝たいんですけど本当なかなか帰ってくれなくてそれはちょっと困ってました年も結構近いんですか。いやそうですね、同期ですね。6個下です6個も上ですか。6個も下です。6個の違いにはちょっと感じないぐらい、ぬくい選手はなんかフレンドリーに接してですね、はい、友達だと思ってますでもまあ逆にそういうところも可愛いみたいな部分があったりとか。はい、そうですね、はい、素晴らしいですね。さあまだまだ伺いたいんですけれどもちょっと時間もありますのでここで曲の方をお届けしたいと思います。はい、久留美選手の方から曲紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。ドリームスカムトゥルーのその先へです。東本前 FC藤枝マシー徹底応援番組東根版 FC、 本日は背番号22番久留美涼介選手、そして背番号23番この夏に移籍加入したばかりの抜井隼人選手をお迎えしております。後半は抜井隼人選手のお話を中心に伺ってまいります。まずは抜井選手のプロフィールからです。1996年11月14日生まれ、大阪府出身。セレッソ大阪ユース時代にトップチームに2種登録され、翌年2015年にセレッソ大阪入団。途中 FC 鈴鹿ランボーレ、こちら現在 JFL の鈴鹿ポイントゲッターズですね、こちらに約5ヶ月間の期限付き移籍期間はあるものの、2017年までセレッソ大阪に在籍。2018年栃木 SC に完全移籍で加入し3シーズンを過ごし、2021年水戸ホーリーホックに移籍加入、そしてこの8月より藤枝前市に完全移籍で新加入という経歴で間違いないでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。さあじゃあ抜井選手、まずはですね初めてということもありますので、ファンサポーターの皆さんに向けて自己紹介としてのちょっと自己 PR をお願いできますでしょうか。自己紹介ですか。はい、
大阪府、高槻市生まれの生粋の関西人の貫井隼人です、はい、久留涼介選手と仲良くさせてもらってます。お願いします。なんかご自身のこうプレーの持ち味とかここを見てほしいとかあったりしますか？そうですね、まあ、自分のプレーの持ち味は、まあ、攻撃の部分があって、まあ、クロスだったり左足のキックの部分はすごい自信を持っているので、そういう部分で注目してもらえたらなっていうふうには思います、うん、はい、先ほど、ね、あの久留選手の話を伺っている時に栃木 SC に同期で入ってなんていう話ありましたけれども、久留選手以外で藤枝前市に移籍前からこう知り合いだった選手としては、そうですね、岩間大先輩ですね、はいはい、岩間選手のみという感じですか？ あとは枝村さんだったり、枝村選手も面識あったんですね、はい、そうですね。どうしました途中で急にあと誰かいたかなと思ってまあ忘れてる選手がちょっとかわいそうかもしれないですけどね。でですね、ちょうどラジオネームライジンさんからメッセージいただいておりまして、ぬくい選手が加入したことで久留選手も所属する岩間会なる強そうなグループの存在が明るみに出ましたが、この会の発足時期はいつで、そのきっかけは何だったのでしょうか、また主な活動内容も教えてくださいというメッセージなんですけど、いかがですか？そうっすね、発足したのいつやったかな、まあ、栃木の時に、そう、栃木の時に、はい、ちょうど、まあ、仲良くしてるのが、まあ、岩間さんと、はい、まあ、ドミ君とかだったりして、うん、その中で、まあ、僕がいつもご飯連れてくださいよって雄大さんに結構言ってたので、はい、その中で僕が勝手に岩間会っていうのをLINE グループ作ってみんな入ってくれって言って何人か入れて、それで、まあ、雄大さんにご飯を連れてってもらう会みたいな形で始まりましたね。まさかでも栃木でその仲良かった久留選手、岩間選手とまた藤枝で一緒になるとはっていう感じですかね。そうですね、まあ、移籍してきたタイミングでいろいろ相談もしてたので、あ、 そうなんですね、まあ、その来るタイミングで、はいはい、まあ、その中でまあ少し助けになってくれたといいますか、まあ、その部分で来る部分ではすごく安心して来れたなっていうふうには思います。どんなチームですかなんていうのを少し聞いたりとかされてたっていう、ね、そうですね、はい、はい、環境だったりそういう部分で聞いてましたね。さあ、そして実際に加入してみていかがですか、その想像と違ってた部分とか、あれ岩間さんと久留さんこう言ってたのにみたいな部分とかあったりします？いや、まあ話聞いてた通りで、はい、まあ、ベテランの選手がまあすごい多い中で、はいはい、まあ、その中で、で、まあ、まあ僕がここに加入して、まあ、すごい話してくれるというか、まあ、ベテランの選手って、まあ、経験もある選手が多いので、はい、うんうん、まあ、気軽に話しかけてくれて僕も馴染んでいきやすかったなっていうふうには思います。じゃ結構皆さんこう優しく接してくれてるっていう感じですね。そうですね、はい、うん、さあ、そして、まあ、チームとしてはもちろん J2 昇格という目標があるわけですけれども、抜け選手個人として何かこう数字的な目標だとか、例えば目指しているプレーなんていうのはあったりとかするんでしょうか、いかがですか？そうですね、まあ、残り14試合なので、はい、その中で、まあ、全試合出場っていうところは、うんうんうん、まず一つ目標にしてます、はい、そしてチームとしてはもちろん昇格、ね、そうですね、はい、ありがとうございます。意外とこう抜け選手もっとなんかわーって話してくれるのかと思いきや、あっさりしてる部分も、はい、まあ、結構真面目なんで根は根は真面目でやらせてもらってます。なんか目は笑ってるようにちょっと見えるんですけどね真面目でやる。さあ、そんな抜け選手、静岡暮らしは初めてということで、はい、よろしいですか？静岡実際引っ越しされてきてみて、なんかここに行ってきたとか気に入った場所とかなんかあったりします？そうですね、やっぱり一番気に入ってる場所はやっぱ田子重ですね。はい、田子重、やっぱりスーパー行くならやっぱ田子重かなと思って、はいはい、まあ、行ったんですけど、はい、まあ、いろいろなもの買わしてもらってますね、はい、まあ、12時までやってますしね、はい、お店も大きいですしね。なんか久留選手がなんかボソボソ言ってますけど、どうしました？いや、なんか変な顔してくるんでそれやめてって言いました。大丈夫ですか？どうぞ。はい、ちょっと久留選手が目でアピールしてくれて。してないです、すいません。いえいえ、はい、続いていきましょう。さあ、そしてオフの日どんな風に過ごされてますでしょうか？そうですね、まあのんびり、まあ、部屋で過ごしたり、うん、今は、まあ、引っ越しの片付けとかがあったりするので、そういうなんで、はいはい、片付けたりして、まあ、部屋にいることが多いですね。もうだいぶ片付きましたか？いや、あんまり片付いてないというかもう投げやりになってます。久
久留選手に手伝ってもらうとかっていうのは、そうですね、その案が非常にいいなって今思っていて次のオフになったら呼ぼうと思いますちなみに何かこう趣味とかっていうのあったりするんでしょうか。趣味ですか、最近やったら麻雀ですかね。ああ、麻雀好きなんですね、はいはい。ちなみにチームで麻雀やる選手っていたりするんですか。いや、このチームはちょっと分かんないですけど、水戸にいる時に、はいはい、まあ初めてで、まあ、これからハマっていけたらなっていうふうには思ってるんですけど、誰かやってる人がいたらちょっと紹介してほしいですね。お願いしますサポーターの皆さんに向けてお願いしますって言ってますね、はい、サポーターの方と一緒に麻雀やってる姿ってのちょっとびっくりしちゃいますけどね。さあ、そして今さらに、メッセージをいただいております。ぬくい選手の友達まーちゃんです。なまってますけど大阪弁忘れましたかというメッセージなんですけれども、なまってる、多分大阪弁じゃなくて割と標準語で喋ってるっていう意味でおっしゃってくれてるんじゃないかと。ちょっと染まっちゃったのかもしれないですねまあけどこっちにいると結構やっぱ関西弁というか大阪弁が強いって言われるんですけど、はい、やっぱり大阪に帰ると結構向こうの言葉に染まったなみたいな結構言われるんですよね関東の人間になってきてるなみたいな。そうですね、やっぱそういう感じで言われますよね帰るとまあね、今は静岡ですけどね、はい、じゃあ今後は東海の人間になってきて、そうですね、東海の人間になりたいと思います、はい、神田は。さあ、そしてですね、先ほど久留選手にも逆のことを伺ったので伺いますが、今日のパートナーの久留選手、普段サッカーしてないときはどんな人ですか。そうですね、やっぱりゆるキャラみたいな存在かなというふうには思いますゆるキャラ、はい、そう言われて久留選手的にはどうでしょうか。いや、そんなゆるキャラっぽくはないと思うんですけど、まあ、本当友達みたいな、はい、6個違うんですけど友達みたいな感じですね。まあ、本当に優しく接してくれてるからこそゆるキャラという発言ができるって感じですかね。そうですね、はい、非常に接しやすいです。はい、ありがとうございます。さあ、先ほどねちょっと関西弁の話なんかもありましたけれども、そんな抜き選手からのリクエストご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、ドリームスカムトゥルーで大阪ラバーです。お送りしてまいりました藤枝前市徹底応援番組投稿前市、そろそろ別れの時間が近づいてまいりましたので、ここで久留選手とぬくいはと選手に最後に一言ずつ、リスナーの皆さん、藤枝前市のファン、サポーターの皆さんに向けてお願いいたします。久留選手からそれではお願いできますでしょうか。はい、今週から後期が開幕するので、しっかり結果を残せるように頑張るので、また応援よろしくお願いします。はい、そしてぬくい選手もお願いします。再開して、でこれから、まあ、順位はどんどん上がっていけるように僕たちも戦っていくのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なんか今日ちょっとねマイクがプチプチ音がしちゃってるんですけども、ごめんなさいね、気を聞き苦しいところあったらお許しください。さあ、次回放送までの試合情報をお伝えしたいと思います。いよいよ J3 リーグ再開いたします。まずは8月28日、今度の土曜日ですね、カターレ富山、こちらアウェイの試合、富山県総合運動公園陸上競技場にて夕方の6時半キックオフで開催されます。そして翌週9月4日土曜日、蒲田マーレ讃岐戦、こちらはホーム藤枝総合運動公園サッカー場で夕方5時キックオフということで、いよいよ始まりますね、のぞくんね。はい、もう本当に勝つしかないです。まあ本当そうですよね、もう勝つしかないですもんね、はいはい、でも今日ねなんかお二人来ていただいてすごく熱いメッセージも伺えたんで、期待できるんじゃないかななんて思っておりますけれども、はい、もう二人の活躍が勝ちにつながると思いますなんか覗くとこ二人でなんかごちゃごちゃやってる、あの仲いいからって二人でなんかごちゃごちゃやるんだよ。俺マジ何も言ってないっす今ちなみに現役時代はでもよく本当にあれですか、遊びに行ったりとかもしてたんですか。のぞくしてましたね、はい、まあ同じ年齢でもありますし、はいはい、なんか気軽に話せる仲なので。あ、同い年なんですか。はい、そうです。あ、そうなんですね、はい、なんかね、あの久留選手のツイッターの背景画像はあれですもんね、のぞくんが多分あれ引退する時の写真ですかね。そうです、はい、優しいなと思って、それをずっとこ うちゃんとね背景画像にしてるとか素晴らしいなと思ったんですけど、はい気持ち悪いです気持ち悪いせっかくそうなってくれてるのにはい、ありがとうございました。お送りしてまいりました藤枝市徹底応援番組投稿前市、この番組第2第4水曜日生放送ですので、次回は9月8日の水曜日の放送となります。時間は今日と同じ19時30分からとなります。何度も申し上げておりますが、今度の土曜日から J3 リーグ再開です。皆様スタジアムで熱い気持ちを持って応援してください。ちょっと声が出せないのがね残念ですけど、ここまでのお相手は DJ 拓郎と
藤沼FC強化部の大迫のぞみでした。はい、最後は全員でいきましょう。せーの、さようなら。今放送が終わりましたけれども、さあラジオの感想を一言ずついただきましょうか。ぬくい選手からラジオいかがでしたか今日。そうですね、外に、サポーターの方も来ていただいてすごい楽しい時間が過ごせました。なんか結構回答はすごい真面目に答えてくださったのが多かったですけれども。そうですね、やっぱり根は真面目なんで回答も真面目になっていきます。はい、そう言ってますが久住選手いかがでしょうか。なんでやねん、なんでやねん。よくわかんないですけど普段こんなんじゃない。やっぱりちょっと今日はなんか作ってる感じがありますか。そうですね、はい、作ってるってことはちょっとイエローコードですかねこれはね。そうですね、それもある。本音で話してくれてないってことになっちゃうんですよね。いやいやいや、フェアプレーですよ。さあ久住選手はいかがでしたか、はい、ラジオ、なかなかこういう経験もないんですごい楽しくできました。ありがとうございます。後期からも頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、でもじゃあせっかくなんで抜く選手何か一言というか何かもし芸があればぜひ。いやー芸もう一番きついなこれ。ゲーちょっと逆になんかないですかね。もう逆に逆に逆にの逆にみんなの前でやめろってマジで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 通んないです。俺本当に通んないです。いやマジでやめろ本当に。ない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 、あれなんか今そういう期待値がマジでマジで期待値上げないでください。本当マジでやめろ。ちょちょ本当にやめてください。マジでやめて。ずるいずるい。やれよお前やれ。じゃ本当なんもないです。俺マジなんもないです。ああ、じゃあハードじゃん。それはマジでやめない。それはマジでやめよ本当に。まあこうしていじられて終わるっていうのも面白いかもしれないですね。いやいや、はい、すいみんなから愛される久留選手です。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。後半でも頑張ってください。はい。